お待ちどうさまでした。アリエリでギョザイアース。2020年1月31日、プラスイチャンネルの最終動画公開をもって、アリエリグループ全体としての YouTube 動画投稿活動を撤退した。それから1ヶ月ぐらいのある日、ある野球関連に興味のある名列車系作者様の名列車動画を見て、アリエリ管理者は、それを YouTuber 復活プロジェクトの一環として自作したい、という一言によって、また昨今のコロナ禍の影響の後押しもあったことにより、アリエル&エリック YouTuber 復活プロジェクト組織を立ち上げるとともに、あの名列車動画に登場したあの車両の改造プラレールプロジェクトが始動した。はい、というわけでですね、もうお察しの通りね、今回の動画はね、はい、ロマンスカーミュージアムよりね、本題へと解説させていただきたいと思います。さあ、まずね、過去のね、なんだっけ、パテで複製してみた動画を、ご覧いただいている方はご存知ですけどね、はい、こちらのね、2600型にね、はい、もうこんなのようにね、もう複製したんですよね。それから何をするかっていうのも、気になってたと思いますけどね、過去の、1年ぐらい前の動画でなんか改造してるね、気になってる人もいたと思いますけども、はい、それは、はい、ご覧の通りね、はい、まずね、1ミリのプラ棒にね、はい、プラ棒に、はい、マヌモールド、はい、コトブキアのマヌモールドに、はい、ご覧の感じにね、はい、取り付けていきました。で、なお種車は、はい、こちらですね。ちなみに、はい、もう種車はもうご覧の通りキハ100系のね、はい、ポケモンウィズユー、もう現在廃盤となったこちらをまさかの種車とさせていただきました。で、シール剥がして、シール剥がして、顔も剥がしてね、これはもうデプー交通局にね、これ欲しいので、もし欲しいっていうんで、もしデプーさん、これ欲しいと思いましたら、コメント欄にて、一報などでお願いします。はい、こんな感じでね、はい、もうシール剥がしで剥がして、はい、お顔を変え、さっき作ったね、過去に作ったお顔をこんな感じにして、で、連結器をね、はい、ノコギリと、こちらはなんだっけ、ヤスリでね、はい、かけて、はい、あとはもう、屋根上をご覧の通りね、削って、1ミリのプラ板でね、はい、プラ板とラッカーパテでね、溶接をして、はい、ご覧の感じになりましたね。もういい。で、問題のね、はい、これね、窓をどうしようかというとね、ご覧の通りにしようと思ったけどね、もう本当申し訳ない。これがね、どうしようかと思って、まちまちにね、やったんですけど、はい。ね、あとそれとね、はい、これはステップのね、上高の位置で、はい、これを EH800 から取ってきました。はい、ここでね、はい、指さしてる、はい、矢印さしてるやつを、はい。で、ラッカーパテを埋め尽くしてね、でやったんですけどね、途中で私のやる気がね、もう疲れちゃってね、途中で挫折の思いをね、味わった後にね、はい、休止期間もねあって一旦保留はしてね、それからもう先ほど見ての通りね、ロマンスカーミュージアムのオープン、というのもオープンのね、1年前から、ちょうど建設、この施設の建設中にね、始めたプロジェクトなんですけど、話は本題の方に戻してね、こちらのね、これ1ミリのプライ棒でね、はい、はい、まずね、整えて、屋根上の形を整えて、はい、で、ピンバイスで穴を開けます。結局ね、穴を開けてね、はい、結局乗務員窓はね、はい、1ミリの乗務員窓とか窓、結局ね、ドアの方はもう結局ね、前のなんだっけ、ED、なんだっけ、この間、この間っていうか、保留中にね、やってたこちらと同じようにしちゃったんですけどね、ED1030 の、失礼しました。ね、こちらにさせていただきました。ごめんなさい、今ね、さっきちょっと小さいサイズで、今、配慮して、ね、今、撮影するようにっていうふうに注意されました。大変失礼いたしました。ではね、本題の方に戻ってね。はい、こちらのね、はい、ね、窓かな、窓をね、これ前に、この間作った ED30 の電気機関車のね、はい、のと同じようにね、やって、ちょっと、ピンボケしちゃってすみません。はい、ちょっとお騒がせをおかけして、ちょっとおかけして申し訳ないんですが、はい、ね、失礼しましたってあります。高木さんに言ったんで、はい、
そんなことはいいので、はい、こちらのね、もう完成がね、近づいてね。で、これ2ミリの角棒をね、はい、取り付けて、で、いきました。はい。これは、で、こちら1ミリのね、プラ棒でね、なので、これはアメリカ製のね、はい、このプラ棒、まあ、知ってる人はコメント欄で、ね、ご指摘いただいても構いません。で、プラ、1ミリのプライターをね、はい、もうご覧のようにして、ことぶき屋と、で、冒頭でも言った、センチレーターを取り付けて、はい、こんな感じに、ね、ラッカーパテで仕上げて、はい、形など届いた後に、はい、タフをかけて、吹きかけて、で、塗装を使用したのは、まず赤の塗装を、ミスターカラーの、ナンバーだっけ、まあ、後で見せるけど、はい、こちらは、西部の、まあ、ご覧の塗料を使用しました。はい、こんな感じに、ね、なりましたね。まあ、ちょっと他のお客様へのちょっと配慮しつつの、収録となっておりますんでね、ちょっとお騒がせに不快に感じている方は申し訳ございませんが、はい、ではちょっとあれ、ピンボケしちゃって、毎度ピンボケして申し訳ございませんが、話の続きになりました。まあ、ご覧いただいている通り、屋根はミスターカラーの13番を塗って、はい、まあ、ご覧の感じに仕上がりまして、はい。で、あとはガンダムマーカーで塗ってね、はい、こんな感じにして、はい、デカール貼った後、ジャジャーン、はい、完成したのはこちらですね。おー、すげえ。もうちょっと見てください。せっかくミュージアムに来てるので、アサギリとちょっと比較してほしいですね。これが先代のね、車両と。で、今さっき冒頭でも見せました。はい、こちらと。おー、いいですね。おー、最高ですよ。これがね、3000SE 型のね、電車構えのね、に活躍していたキハ5000型、5100、キサ5100型のね、はい、完成しましたよ。では見てみましょう。はい、とっとと見ていきましょう。はい、まず1両目ね。はい、こちら感じですよ。はい、行き先、方向幕はご覧の通りです。行き先と方向幕は朝霧。まあ、ツイッター上でね、緊急アンケート実施したんだけど、2人しかね、投票してくれる人がいなかったんですけど、まあいいや。で、ご覧の感じになりました。結局は朝霧と銀霊を採用しました。という感じですね。うん、はい。おい。はい、続いて2両目が、これ、動力車、はい、銀霊ですね。はい、行き先はもう先ほどともうご覧いただいている通り、全部新宿にしました。新宿行き固定にさせていただきました。はい、こんな感じですね。はい、もう新メーカーの、はい、流用してもらいますよ。はい。はい。うわ。はい、3両目のね、はい、2両目のね、はい、これ、中間車の、あ、後尾車ですね。まあ実質、まあ、3両目に今してるのもある。まあ、実際ね、確か、需要に応え、需要によっては3両にね、平均、まあ、最大で3両にね、並結するケースもありますけどもね。はい、こんな感じに、ちょっとひび割れしちゃったら、まあ、いえ。まあ、ご愛嬌ください。まあ、細かいね、他のね、気に入らない箇所についてもね、ご愛嬌いただくようお願い申し上げます。はい、最後、こちらですね。おぉ。銀で。うん、最高のね、出来上がりとなりましたよ。さあ、はい、というわけでですね、はい、ご覧の感じにね、並べました。おー、すげえな、最高だよ。ロマンスカーミュージアムにね、はい、こんな感じにね、おー、並ぶとはいいですね。最高っすよ。うん、すげえ。やっとね、使命が終えたっていうね、達成感が湧きまして、まあちょっと半分は、まあ、その中でちょっとこの動画の撮影のためにちょっとお騒がせをおかけしつつも、やっとね完成しました。いやー、まだ終わったとは言えないけどね、まあそれは後ほど言うけどね、後ほどちょっとねお願いがあるので聞いてください。
では一旦ね、私はちょっと失礼します。それでは走行動画をどうぞと言いたいところですが、はい、ただでは走行動画をお見せすることはできません。なぜかというと、ご存知の通りアリエル&エリックグループ組織全体として財政難であるため、それを乗り越えるには収益化へ至るのは必須な条件であることには欠かせません。一歩間違えれば運営破綻ですけれどもね。それには多くのチャンネル登録者数千人を超え、なおかつ他の動画もご興味ご関心がありましたら、ぜひご視聴と及びプラスイチャンネル、プラレール水蓮、ミッチン、LINE にも合わせてチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ただしティーチャーワンマンエリックプラレールベベノムの視線チャンネルを除き、全アリエル&エリックグループ運営チャンネルの登録者数が1運営チャンネルにつき1000人突破、なおかつ収益化開始記念の一環としてスペシャルなプラレール走行動画を公開へ至ることとする。ここまでのご視聴ありがとうございます。知ら、締め